なる、なめるドラゴンズ、なめろドラゴンズ。がっかりしてペロペロしてどうしたんだいと、アナルをペロリとなめる、君はどこだい、ウォウォウ。ジャニーズ事務所の可愛い子たちが歌ってました。なめ対決、なめたもん勝ち、青春ならと、ケツはでかくなけりゃつまらないだろうって坂本も言ってましたよ。ケツを叩いて冒険しよう、ヘイヘイ、アナル体操第一、ドゥ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 。アナルの運動、1、2、3、4、5、6、アナルを広げます。ドゥンドゥンドゥドゥン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 ドゥドゥン。お尻を後ろの人に見せつけて穴を開く運動、1、2、3、4。お尻を閉じます。頭でっかってーか、アナルペロペロ、それがどうした、僕ケツエモン、アナルの世界のケツ型ロボット、どんな問題、僕ケツエモンと、アナルを舐めるよペロ太郎、お尻も出せるよペロ太郎、大好きなのはゼルガ、ちょっとそれやばい、ケツの子を見ていたかくれんぼ、アナルを出した子一等賞、夕焼け小焼けでまたアナル、またアナル、はいはい、いいな、いいな、アナルっていいな、おいしいアナルにポカポカアナル、あったかいアナルを舐めてんだろうな、僕も舐めよ、おうちで舐めよ、チンチンチングリ返ってバイバイバイ、いいな、いいな、アナルっていいな、みんなで仲良くペロペロアナル、子供のアナルも舐めてんだろうな、僕も舐めよ、おうちで舐めよ、チンチンチン繰り返ってバイバイバイと。冬のアナル、ケツのような雪解け、降るアナルが全部メルティーキスなら、ヒーノニーネーと。で、ガッキーも言ってましたよ。ケツ出す時代に生まれたわけじゃない。アナル出したい。ちっちゃな頃から悪ガキで、15でアナルを舐めてたよ。アナルみたいに尖っては舐めるものみな傷つけた。ああアナル舐めてとは言わないが、そんなにアナル臭いのか、ララバイララバイおやすみよ、ペロペロハートのアナル歌と。オナニーとかけまして新幹線と解きます。その心は、どちらも駅を飛ばすでしょう。お後がよろしいようで。私のお墓の前でアナル舐めないでください。そこにアナルありません。ペロッと舐めてはいません。
よいしょ。へい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 。あいつもこいつもあのケツをただ一つ狙っているんだよ。このクラスで一番の美人のアナルを、あっあー、みんなライバルさ、あっあー、命がけだよ、イエイエイエイと。やっぱおしっこすると気持ちいいな。アナチューファイオファイオファイオ、アナルチューか、舐め始めました。あと一粒のアナルで、一言のアナルでアナルを出せる、その時が来るって。アナルの数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲くケツのように、アナルを舐めたいなんて、夜更けに何があったの。何があったんだよ。いや本当に何があったんだそいつ。怖い怖い MC へ、ててててて て怖い MC へ。アナルなど見せびらかして、君も元気出せよ。アナル出した、アナル出した、アナル出した、イエス。お尻出した、お尻出した、お尻出した、イエス。アナルをとにかくルンルルンルンルン、あの子のアナルをルンルルンルンルン、その後アナルをルンルルンルンルン、最後にアナルボルンルルンルンルンと。